籍後、念願の結婚式を挙げることができ、一致は幸せの絶頂だった。しかし披露宴に現れた夫の元同僚が、スピーチで夫の子を妊娠していると告白。夫は彼女の発言を咎めるどころか、子供のためにも離婚してほしいと言い出した。会場は大騒動になり、いたたまれず一致は控え室に引きこもってしまう。だが夫は悪びれもせず、全部サプライズなのだから許してほしいと言い出して。式当日に妊娠を告白した夫の元同僚。夫の望み通り離婚してあげた結果。他の人の悩み読んでて思い出したけど、私もひどいサプライズをされたことがあるんだよね。それも自分の結婚式のスピーチでやられちゃって、あの時はほんと参ったわ。ちょ、マジかよ。一致の結婚式の時に、誰かがサプライズって、やらかしたってことか？差し支えないなら詳しく教えてくれよ。スピーチでサプライズされたの？普通は招待客を巻き込んでのダンスとかだけど、随分変わった思考だったんだね。確かに変わってたけど、当時の私にはそんな風に客観的に見ることなどできなかった。だから、スピーチを聞かされた途端、動揺して花嫁控え室に逃げ込んでしまったのだ。お姉ちゃん、無事なの？お願いだから顔を見せて。ドアの前で声をかけてきたのは妹のビーミ。トイレに駆け込んだ私を心配して、追いかけてくれたのだろう。イッチ、そこから出てきなさいな。何があってもお母さんたちが守ってあげるから。早くしないとドレスが汚れちゃうでしょ。母も心配していたが、綺麗好きの母は、多分ドレスの方を気にかけていたと思う。私が引きこもっているのは花嫁控え室、の中にあるトイレの個室。ズルズルのベールとドレスのせいで、床は白い布がみっちりだ。わかった、今出るから。湯上がりのような言葉をかけ、トイレの鍵を開けると、ほっとした顔の妹と母の姿が見えた。二人の顔を見て緩んだ涙腺から、涙がこぼれるのを止められない。さっきまでは幸せだったのに、どうしてこんなことにと思わずにいられなかった。その日は私と夫の結婚式。2年前に入籍はしていたものの、感染症が流行し、その時点で結婚式を挙げることはできなかった。私も夫も残念だったが、仕方ないことだと我慢し、その分貯金に励むことに。その甲斐あって、結婚式は理想通りのプランで取り行うことができた。会場の花や飾りもパーフェクト、料理も美味しく、何もかもが順調だったのに。夫の元同僚だった A 子のスピーチのせいで、すべて台無しになってしまったのだ。A 子は、夫が私の父の経営する会社に転職してくる前、勤めていた会社の同僚だ。彼女は夫のアシスタント的役割で雇われた、契約社員だったそうだが、正直仕事の飲み込みはあまり良くなかったと、夫は笑って言っていた。けれども転職前に一番世話になったのが彼女なので、結婚式に招待したらしい。彼女のスピーチは、最初は普通の祝辞だったが、途中からおかしな内容に。というわけで、A 子はいつもミスをサポートしてくれる夫くんが、大好きになったんです。もう、産むなら夫くんの子供しか産みたくない、って思ってしまって。私が思いの丈をぶつけたら、嬉しいことに、夫くんも受け止めてくれたんですね。その結晶が、今私のお腹の中にあるんですよ。すごいと思いませんか？A 子さんがスピーチに立った時、お腹が膨らんでいたから妊娠してると気づいていた。でも今の話の流れで言うと、夫の子供を身ごもったということ？ A 子さんの、のんびりした言い方のせいか、私だけでなく、みんな意味がわからなかったようだ。会場は静まり返り、招待客は怪訝な顔で、A 子さんに注目している。ねえ、あれってどういう？夫くん。思わず隣の夫に聞こうとしたが、いつの間にか席は空っぽ。どこに行ったのかとキョロキョロしていると、なんと夫は A 子さんの元に歩み寄っていく。そうか、妙なことを口走った彼女に怒って、マイクを取り上げに行ったのか。そう思い、私は少し安心していたが、次の瞬間顔がこわばる。マイクを A 子さんから受け取った夫が、爆弾発言をしたからだ。彼女が言ったことは本当です。ここに僕と A 子の子供がいるんです。俺は親子はやっぱり一緒にいなければいけないと思う。だからイッチ、悪いが俺は彼女と行くよ。君は強いから、俺と離婚しても、一人でやっていけるよな。膨らんだお腹に手を当て、A 子さんと微笑みを交わす夫。悪い夢を見ているようで、耐えきれなくなった私は、ドレスをからげ、控え室に駆け込んだというわけだ。ごめんね、心配かけて、それで、あれからどうなったの？妹がムッとした顔で答えてくれる。披露宴の途中だから、とりあえずご歓談にして、飲み物いっぱい出してしのいでるよ。肝心のあの二人が、どっか行っちゃってさ。まったく、言いっぱなしで出ていくなんて、責任感ってものがないのよね。
真面目な妹は怒っているが、そもそも責任感がある人ならば、こんな騒動は起こさないだろう。でも自分より怒っている人がいると、冷静になれるというのは本当らしい。スピーチに立った A 子の姿と、それをかばうように立った夫の姿を思い出すと、二人とも割と堂々としていたと気づく。私が気づかなかっただけで、きっと二人は、何年も関係を持っていたのかもしれない。もし子供がいるのが本当なら、私、夫くんと離婚してもいいかも。お姉ちゃん、何言っているのよ。ショックでおかしくなっちゃった？そうよ、めったなこと言うもんじゃないわよ。あの女が言ったことが、デタラメかもしれないんですからね。妹も母も、なんとか私を落ち着かせようとしてくる。きっとやけになって離婚などと口走ってるのだと、思っていたのだろう。でも私は、夫の気持ちが彼女にあるなら、慰謝料なしで離婚してもいいと考えていた。しかし翌日、夫の言い訳を聞き、私は考えを変えることになったのだった。スピーチで浮気と妊娠を知らされるって、最悪の披露宴だったね。一致が気の毒すぎるよ。旦那も何を考えてるんだろ。まさか参列者が、拍手喝采で祝福するとでも想像していたのかな？披露宴で衝撃の告白をした夫とも同様。しかしその後、一致の前に現れた夫は、サプライズの余興だったと言い訳してきた。それでも離婚の決意を変えない一致に、慌てた夫は元同様に弁明させると言い出す。けれど二人の話に嘘があると見抜いた一致は、妹の協力でサプライズ返しをしたのだった。結局披露宴は、途中から食事会に。夫が雲隠れしてしまったので、ご祝儀を返すかの相談もできない。人の言う止めも、申し訳ないと繰り返すだけで、全く頼りにならなかった。なので、招待客には後日連絡すると伝え、全員にお車代を包んで帰宅してもらうことに。幸いみんないい方たちばかりで、特にトラブルもなく解散してくれたのは助かった。あとは両家の関係をどうするかだけど、翌日実家のベッドでぼんやりしていた私は、妹の金切り声でハッとし、起き上がる。2階の階段から下を見ると、夫と妹が押し問答していた。だから一致に合わせてください。昨日のことは、何もかも誤解なんですよ。と訴える夫に、妹は冷淡な態度を崩さない。へえ、どの辺が誤解なんですかね。まるで映画みたいに手に手を取って、会場から逃げたくせに何を今さら。小柄な妹はなんとか追い出そうとしているが、がたいのいい夫には全く聞いていない。残念ながら両親は、式の後始末について相談しに、家のお抱え弁護士のところに行っている。あんまり話したくないが、妹をこれ以上、矢面に立たせるわけにはいかないだろう。私は重い体を引きずりながら、階下に降りた。B に、応接室に通して。私が話を聞くから。お姉ちゃん。妹は言いたいことがありそうだったが、ぐっと飲み込み夫を応接室へ。応接室にはかなり大きめの壁掛けテレビがあるので、普通のお客の時には野山の映像を流し、雰囲気を和ませたりしているが、今回は不要だ。私は真っ暗なテレビ画面を背に、夫と向かい合った。一致、昨日はごめん。早速私を拝み出す夫を、同席した妹が冷たく見ていった。安い謝罪ねえ。あれだけのことをしておいて、ごめんで済むと思ってるの？今うちの両親は弁護士さんに相談に行ってるわ。そのうち目が飛び出るような慰謝料を請求するだろうから、覚悟することね。私が言いたいことを全部妹が言ってしまった。仕方なくお茶を飲みながら黙っていると、冷や汗をかいた夫が話しかけてくる。まさかあんなことになるとは思わなかったんだ。あれはサプライズだったんだよ。サプライズ？姉妹でハモってしまい、罰が悪くなった私は、もう一口お茶を飲んでから聞いてみることに。サプライズってどういうこと？っていうか、どこからがサプライズなのよ？そりゃもちろん、このスピーチからさ。夫が汗をかきながら説明するには、結婚式のプランがあまりにも王道なので、何か遊び要素を入れたくなったのだという。友達にフラッシュモブとか教えてもらったけど、俺の同僚って、あまり運動神経良くないし。考えあぐねていた時に A 子が提案してきたのが、スピーチによるサプライズだったという。衝撃の告白をゲストがして、新郎新婦の絆を深めるっていうものなんだ。A 子が見たって言ってたのは、新婦に招待客の男が惚れてるって告白して、新郎が新婦を愛してるから渡せない、って宣言するやつだったらしい。招待客はみんなうっとりしてたって聞いて、俺もやってみようかと思ったんだよ。それだったら、A 子が好きだったと夫に告白し、夫もしくは私が断るというのが流れだろう。それがどうしてあんなスピーチになるのだろうか？
同じ疑問を持ったらしい妹が、鋭く夫を追及する。じゃあなんで、あの A 子が変なスピーチした時、跳ねつけなかったんですか？断るどころか、親子は一緒に、なんて言ってたじゃないですか。すると夫は、困ったような顔になって私を見た。だってエッチが、俺を A 子から取り戻してくれると思ってたし、あんな展開になるとは、俺だって考えもしなかったんだ。どういう意味よ？夫の思考がさっぱりわからない。すると夫は、ゆっくり説明してくれた。その、流れというかお約束で、イッチが俺を引き止めると思ってたんだよ。子供がいると言われても A 子には譲れない。だから諦めてちょうだい、みたいな感じで。聞きながら、体中の力が抜けるのがわかった。妹も同じようで、虚脱した表情を浮かべている。私は痛むこめかみを揉みながら、念のため夫に確認した。じゃああれは全部嘘っぱちで、あなたと A 子さんの間には何もないってこと？私と離婚するつもりもなかったっていうのね。夫はパーッと顔を輝かせていった。やっとわかってくれたんだね。そう、そうなんだよ。やっぱりイッチは賢い。ふざけんな。今まで使ったことがないドスの効いた声を出すと、夫は固まってしまった。そのまま夫を見据え、私は続ける。そんなサプライズされたって、嬉しいわけないでしょ。私が引き止めると思ったって？大外れよ、むしろ喜んで手放したくなってきたわ。こんな幼稚なことを大事な披露宴でやらかす人と、一生暮らすなんてありえないから。話の流れが思ったのと違うと気づき、慌て出す夫。ちょっと待ってくれよ。本当にあれはただのサプライズで、子供も俺のじゃない。信じてくれ、イッチ。はいはい、お帰りはこちらですよ。呆れ顔の妹が、お手伝いさんを呼び、塩の袋を持ってこさせる。頭から塩の塊をぶつけられた夫は、未練がましく振り返りながら出ていった。お姉ちゃん、なんというか、災難だったね。あんな人は綺麗さっぱり捨てちゃって、またいい人見つけようよ。妹に慰められ、私はこくりとうなずいた。2年も結婚していたが、あんな変な人だと見抜けなかった私も悪い。ご祝儀は全部返して、とっとと別れよう。慰謝料とかそういうことは、両親にお願いして、なるべく短期でケリをつけないと。もう私の頭の中は離婚後のことでいっぱいだったが、夫は違った。まだ彼は、私とやり直すことを諦めていなかったのだ。誰が来てるって？数日後、実家にいた私は、お手伝いさんに相談され当惑することに。妊娠した女性と男性が、玄関の前に居座り、動こうとしないというのだ。モニターを見てみると、やはり夫と A 子。またサプライズだったと言い訳するために、我が家に来たのだろうか？私が許せないのは、サプライズ自体ではなく、私が夫の思い通りに動くと考える幼稚性なのだが、夫はどうも理解できなかったらしい。あいにく両親はまたも不在。どうしようかと考えていると、話を聞いて、妹がやってきた。お姉ちゃん、また塩をぶつけて追い出そうか？妊婦相手に、さすがにそれはまずいでしょ。でもいつまでも玄関の前にいられても邪魔だ。どうしたもんかと考えていると、妹がにやりと笑って聞いてきた。お姉ちゃん、招待客のアドレス帳持ってるよね？私にちょっと貸してくれる？何をするつもりかを聞いた私は、すぐ妹にアドレス帳を渡したのだった。準備が整うまで、応接室で待っていて、両親が戻ってくるまで、話はしたくない。そう言って部屋に押し込むと、二人は神妙な顔でソファーに座る。そのまま小一時間待たせた後、私は両親、妹と共に応接室へ向かった。イッチ、この前は俺の説明が足りず、分かってもらえなくて残念だった。だから今日は A 子の口からも、説明してもらおうと思って来てもらったんだ。私が黙っていると、夫に促された A 子が口を開く。結婚式の日はごめんなさい。私があんなサプライズを考えついたばかりに、イッチさんと夫くんに迷惑をかけてしまって。言葉は塩らしいが、その目は全然反省しているように見えない。むしろ挑発的に光っているのを見て、私はやっぱりなと思った。でも一応、言い分は最後まで聞いてやろう。じゃあ A 子さんは、子供は夫くんのじゃないし、付き合っているってスピーチで言ったことも、サプライズのための嘘だったっていうのね。でも、子供を持ち出してまで、そんな真似を普通するかしら？あなたと夫の間に、やっぱり何かあったというのが、自然じゃない？私の追求に、二人揃ってブルブルと頭を振る。イッチ、信じてくれなくて悲しいよ。俺はイッチ一筋なんだ。だから転職までしたんだぜ。と夫が言えば、A 子も。そうですよ、夫くんはイッチさんが一番大事なんです。サプライズのことだって、喜ばせたくてちょっと勇み足になっただけで。と涙ぐんで言う。
正直、すごい演技力だと感心した。私が、待っている間の二人の会話を聞かなかったら、ほだされて信じてしまったかもしれない。それが本心ならよかったんだけどね。実際は違うでしょ。夫くんは英子さんに今後も会う口実作るためだし、英子さんは夫くんの愛人に収まるためだもんね。私がそうすっぱ抜くと、二人の顔色が青ざめた。いっち、何を言ってるんだ。はは、英子さんを愛人になんて悪い冗談やめろよ。あくまでもしらばっくれる夫に、ニヤッと笑った妹が突っ込む。なんでおかしいと思わないのかな。普通、お客様を応接室で1時間もほっとかないでしょ。この部屋、実は商談用だから、いろいろ仕掛けがあるんですよ。一番はこのテレビね。テレビ？慌てて背後の壁掛けテレビを見上げ、真っ黒な画面にほっとする夫。あら、マジックミラーになってるとでも思いました？残念、マジックミラーはそっちの絵ですよ。待っている間、二人が手を握り合ってるのが、バッチリ見えましたね。途端に夫が慌て出した。それはその、英子が心細いから、手を握ってくれって言うからさ。決して対話ないんだよ。そうなんです。一輝さんにはまだわからないと思うけど、妊娠していると心細くなる時があって。さりげなくマウントを取る英子の性格の悪さに、ムカついた私は容赦しないことに決めた。へえ、じゃあ愛人お手当15万円の件は何なの？自分が会社の後継者になれたら、手当も増額してやる、なんて言ってたよね？転職してきた時に父が言ったと思うけど、あなたは後取りになれないってまだわからないの？鬼のような顔で睨みつける父の視線を避け、夫は私をひたと見つめて訴えてきた。いっち、被害妄想もいい加減にしてくれよ。サプライズの件で傷つけたのは悪いけど、言ってないことで責められたらたまらないよ。英子も夫に加勢する。そうですよ。夫さんは誠実な人なんです。私を愛人にしようだなんて思ってませんから。すると妹が二人に話しかけた。ほんと、往生際が悪いなぁ。私とお姉ちゃんが盗み聞きをしたとでも思って、ごまかそうとしてるんでしょうけど。そうはいきませんよ。だって、愛人の件聞いてたの、私たちだけじゃないですからね。そう言って壁掛けテレビを指さす。テレビがなんだって言うんだ。と振り返った夫は、あんぐりと口を開けて固まる。画面上にうとめをはじめ、夫側の親戚と、友達や同僚がずらりと顔を並べていたからだ。私は肩をすくめて言ってやった。妹が、この部屋には商談用の仕掛けがいろいろあるって言ったでしょ。実はこのテレビ、1時間以上前からずっと、ビデオ通話状態になってたのよ。もちろん参加者側のビデオはオフになっていたので、画面は真っ暗のままだ。これ、特注のテレビだから、集音機能がすごく優れているのよねー。囁くような小声で話しても音を拾ってくれるの。参加者のマイクはミュートにし、こちらの音声だけが聞こえるよう設定してある。夫と英子の内緒話は、テレビを通して参加者に筒抜けだったわけだ。これが本当のサプライズよね。どう？された姉さんの気持ちが少しはわかった？そう言いながら妹はリモコンを操作し、マイクのミュート状態を解除。途端にうとめが夫を大声で叱りつけた。お前は一輝さんやそちらの家の運も忘れて、愛人を囲うというのか。ふざけるな。そうよ。せっかくいい会社に入れてもらったのに、何が不満なの？一輝さんに早く謝りなさい。すべてバレたと知り、夫はうとめに言い返すこともできず震えている。英子はそんな夫と距離を取ろうとしているが、今更だ。うとめさん、ご親戚の皆さん、こういうことなので夫くんとは離婚します。あ、会社の方も出て行ってもらうって、さっき父が言ってました。嫁の家の金で愛人を囲うような人、うちの会社ではいらないそうなんで。うともとめも当然だというようにうなずいている。この分だと実家に帰ったとしても、夫の居場所はないだろう。英子さん、あなたにも慰謝料請求しますね。出産で物入りでしょうけど、それはそれ、これはこれ。きっちり払ってもらいますから。と、私が厳しく言うと、とうとう英子は泣き出した。なんでよ。夫くんがサプライズだって言えば、一輝は騙されるって言うからやったのに。なんでバレるのよ。なんでって言われても計画が幼稚すぎるからだろう。夫も英子も、私の反応を決めつけるのが、そもそもおかしいのだ。まだ乙女にガンガン叱られている夫を見つつ、今度結婚するときは、精神年齢が大人で、浮気をしない人にしようと、私は心に決めたのだった。ごめん、意味わかんない。サプライズって言えば、浮気したことも、子供を妊娠したこともごまかせると思ったわけ？一輝がすがりつくって思ってたから、そんなアホなサプライズを仕掛けたんだろ。
まさか速攻で捨てられると考えもしなかったんだろうな。邪魔だぜ。今回は、妊娠を告白して結婚式を台無しにした元同僚と夫に、一致が仕返しをした話でした。もしもあなたが一致のような目にあったら、どうしますか？コメントにて教えてくださいね。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ちなみに、ゼクシーの調査ではサプライズ演出を、87.3% の花嫁がおすすめと回答したそうです。